2番車1番の鈴木博史選手です。今日はボス選手の先行マークしての競争でしたけれども、スピード感など含めていかがですか？いや、もう世界を感じました。させる感じは？あ、もう全然なかったです。ただ今シリーズはしっかりとそのボス選手を追走して3日間振り返っていかがですか？もうボス君のおかげで決勝乗れたって感じで、まあ、自分の力っていうのはないと思います。決勝戦ですが、鈴木選手はどう戦っていきますか？ちょっと外国人の4番手はつけないんで、自分で何かしら道切り開いていきたいと思います。では最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。全力で頑張りたいと思います。